苦労した方がいいってなることを善と取るか悪と取るかっていう。なるほど。でも子供の頃勉強我々して勉強苦しいっていうこと、いやそれやるから妹の立派になるから、うんうん、やっとくべきなのに、うん、それを悪いと解釈するのは簡単だから、うんうん、なるほど。そうすると悪いから当たってるってなる人いるんですけど、うん、いやそれやるべき苦労だからさ、うん、それを悪いと取ってる精神がおかしいから考え方変えなさいっていう、ね、アドバイスもするので、ね、占いの当たる外れでよく出てくるのは、うん、全然良くないですみたいな、それを己の努力だから、うん、それをいいとなぜ捉えないんですかって、ね、捉え方の問題になっちゃうと、うん、やっぱそこが占いちょっと難しいところ、経験値が増えてくる、ね、僕も最初当たんないんじゃんと思ったところが、うん、違うわこれ、うん、苦労したから今あるじゃん、うん、僕もこれノート作ったからよかったからっていう、うん、得て何になるかってことを想定するとやっぱちょっと、ね、だから当たる外れの部分にすごい突っ込まれることはやっぱ多いんですけども、意味違うよっていう、なるほど、ね、生き方の話をしてるから、だからやっぱりね、聞いてるといろんな人の悩みを聞いてるから、すごくポジティブな言葉に返ってくる気がするの、はい、だからあの人のやっぱしほら、やっぱ俺らはさ、まだ言っても、まだそんな悩みがないじゃない。で、もっと真剣に聞いてほしいんですっていう人に出会う日があるもんね。はい。その時ってやっぱりこう、こっちのエネルギー吸い取れるのか感じて喋らなあかんわけやから。いや、言ったら、いやいや、もっともっととすがってくる人がいるわけでしょ。はい、やっぱそういう人にやっぱ言葉を吐いてるから、やっぱその言葉がちょっと重みがあるし、ちょっと違う、あの、僕が会った10年前のゲッターズ君の、飯田君のその言葉とちょっと違うような気がするわ、最近。この10年ぐらいでやっぱ特に、あの、多分高さになった頃はまだ僕当てようっていうのにすごい一生懸命だったんですけど、うん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 、当てることに関して僕はもう今そんなに頑張ってないです、うんうんうん、どうしたらこの人の背中を押せるか、うん、どういうことを言ったら、要は道こっちですねっていうのは、うんうん、もうちょっと楽な道ありますよとか、でもあえてここは乗り越えましょうってアドバイス。だからアドバイスに近くなってきたので。うん、そうね。多分なんかそんな感じがする。はい。なので、当てる当てるじゃなくなりましたね。当てるのは簡単だからみたいな。すごい、また言われへんで、これ。当てるのは簡単だからは。10年前の君は打てなかったから。でもそうかもしれないですね。わざと外さなきゃいけないところもあるんで、この辺は言わないとか。言えない。言えない。これは本人が経験しましょう。それはね、江原さんも言ってたら言えないって。言っちゃいけないし、言えないってことがあるって言ってた。教えるとサボるんですよ、人って。3年後いい、ああ、じゃあ何もしないわってやついるんですよ。そしたら、いや、大変ですよって言っとかないと、ね、そうすると逆にやる人がいるから。なるほどね。だから外れた、でも分かるよ、それは、みたいな。でも、その先まだあるんだよ、みたいな。なるほどね。人生それで終わったわけじゃないんだから、トータルなので。だってまず、皆さんこれ何でも言うと、まず、占いだと思って、占いなんだからと思って、軽く思って行動する方がいいと思う。なるほどね。あんまり真剣に考えないでね。そうそうなんです、ね、ちょっと行ってみようかな、ぐらいの感じでね。でも、それによってね、いい出会いだったりとか、新たな世界が広がったりする可能性があるので。はぁ、もっとさ、お弟子さんとか作っても学校開いたら、もっと。ゲッターズ言うたら、ワン、ツー、スリー、フォーでもう10人ぐらい、もうちょっとおってもいいんじゃない？教えてる子はいるんですけど、でもやっぱここまで、うん、まあ、まだまだ。なかなか難しいんだ、それは。勉強が本人たちがどれだけするかとか、うん、あと経験ですね。あとは感じ取る力もあるよね。そうですね。その人を見て、その人の言葉とか感じ取って自分なりの言葉にする力も必要やもんね。会うと必ず皆さんいいことを言うし、うん、人のいいとこずっと見るとか、うん、話を聞くとすごい勉強になるので。うん、僕いろいろ見てて、結構運が悪いって何なの？うん、あと運が悪い時どうすればいいのってことを徹底的に勉強して、うん、いろんな人を見てる中、うん、単純に運が悪いって言ってることが、うん、みんな恐れること全くないって、うん、運がひっくり返ってる状況なんですね。これ自分の思って運が悪いのはね、運が悪いのは運ってか自分の性質、個性、欲望の裏側が出てるんです、うんうん、要は悪くないんですよ、うんうん、でも高須さんの性格、運が最悪だなと思うことを最高に楽しい人がいるんですよ、うんうん、ああ、なるほど。中村さんがこの状況最悪だなと思ったら、うん、それを最高だなって人がいるんですよ。なるほど。絶対いるんでね。絶対裏側の人がいるんですよ。なるほど。それを見ると、あなたの不幸って何なのって、うんうん。要はお金がないと全員不幸だと思うじゃないですか。うんうん、でも、お金ない方が楽しい人がいるんですよ。うん、若手芸人だったら、うん。金ない方が、またアイディアだったりするし、みたいな、うん。なので、自分の逆側がいて、その自分の逆になった状況をどういう風に、組み取って、うん、そこも成長させる。そうすると運悪いってなくなるんですよ。だから僕は今運悪いっていう状況で今裏ですねっていう、なるほど、ね、説明をして、だから裏モテ期があったりとか。うんうんうん、裏モテ期。裏全然タイプじゃない人からモテるっていう。ああ、そういうことね。それが裏モテ期、ね。裏モテ期ですよっていう。はあ。なんで自分の裏の状況だから全然モテない人は裏に入ると急にモテたりするんで。あ、でも面白い感覚やね、それってね。そうです。陰陽の考えで元々ある考え方なんですけど、それをちょっと現代、まあここ20年勉強した中、面白い。表現として伝わりやすいように書いた本なので。なんでこの本、年間本とこれセットで持ってると、さらに、あ、裏の時こう気をつけようとか、こうしようとか分かる。なるほど。ちょっと占い界ではちょっと珍しい本。珍しいよね。珍しいですね。
あんまり。でもなんか物の考え方を教えてくれそうな気がするよね。そうですね。考え方ですね。もしよかったら。面白い。ありがとうございます。はい。ということで、今回のゲストは、ゲッターズ飯田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。運勢ってこうズバズバ言い当てたりとか、私もいろいろ噂でね、はい、なんか結婚するんじゃないかみたいなことを当てたことがあるとか、はいろんなことをこう噂で聞いてるんですけども、はい、ご自身は自分で自分のことを占ったりもできるんですか？そうね、自分のことを自分で一番占ってるので、自分のことをデータしての皆さんに、まあ、応用してるだけなので、はい、最も自分のことしか占ってないです、はい、そうなんですね。こういう日だから外出るとか、こういう日買い物するとか、はい、僕はあの自分の持ってるものを全部運気のいい 日だけに買ってるんで。へー、あ、じゃあそういう日もあるってことですか？そう買い物にいい日とか。そうなんです。あの占い始めてやっぱ家を買うとか土地を買うって皆さん調べてくださいって来るんですが、うん、ある時いやその服とか、うんうん、日頃持ってるものをなんで運気いい日に買わないのと思って、そこで運気いい日に買ったら良くなるんじゃないかと思って、それずっと実験したらこうやって良くなっちゃいました、うんうん、へー、あ、じゃあやっぱ大きいものだからこだわるっていうよりも、はい、一つ一つのものを丁寧にそうやって目を向けていくと、はい、やっぱ運も上がっていくってことなんですか？簡単に上がりますよ。へー、それはなんかちょっと嬉しいですね。なんかヒントとしてその通り生きた方が楽なんと思います、ね、じゃあご自身でもそれは体感済みってことですね。体験済み。そうなんです。もうずっと実験してますから。へー、じゃあ占いをご自身で始めてから自分の運気はぐっと上がっていますか？そうですね。僕もともと大した運気じゃないんですよ。そうなんです。自分で調べてこの子大したことないなと思って、はい、こいつをどうにかするために何したらいいかという実験をずっとやって、そしたらドンと良くなったから、まあ良くなったと思うんで、自分の中でもやっぱ良くなってるんで、やっぱり、ね、運命はやっぱある程度変えられる。もちろん努力しなきゃいけないんですが、努力で変わる範囲は努力して。いや、なんかやっぱりそのデータだっておっしゃって、はい、先ほども言ったように5万人以上の方々を占ってきたって聞いたんですけど、そうこの人はほぼ全員占ってますからね。すいません、ありがとうございます。本当に盛り上がって、あの人の言うことを聞かない女スタッフで集まってるような感じなんです。意外とね、マネージャーさん真面目でしたよ。あ、本当ですか？ただお酒飲むと急にチャラくなるんで気をつけないと。もう本当これからも頑張ってもらわないといけない、あのうちのエースなので、はい、というわけでですね、本当にそんなにたくさんの方を、ね、占ってきて、多くの方がですね、はい、絶大なこう信頼を寄せているんですけれども、こうやっぱ先ほど言ったように、そのデータとしても、はい、もう運命って決まっちゃってるもんなんですか？ある程度、僕今5万3000人ぐらい見てるんですが、基本僕ほぼ無償で見てるので、はい、お金取って占いしてるわけじゃないので、とにかくいろんなデータを取って、見てる中、ある程度決まってます。ただ、ある程度決まってるけど、必ず変えられる範囲もあるので、それをどんだけちょっとずつ良くしていくか、どう積み重ねていくかがすごい。運命の差が出てくるみたいな感じはありますね。じゃあどんどんヒントとして自分に取り入れていって、そうですね、活用していくっていうのがいいわけですね。そうですね。生き方とかちゃんとどう生きるか、正しく生きるかことができるとやっぱ流れは良くなるので、最終的にやっぱり人間性対人対人なので、やっぱいい人の方はやっぱり流れはいいし、やっぱどっか癖があるとか人の思いがない人はやっぱり苦しいとか、なかなか助けてもらえないことが多いので、人間性っていう部分はやっぱプラスアルファ多いですよね。自分をよりよく知って直していくってことも大事だっていうことですね。はい。